後半は広島大学のキックオフで試合再開となります。キックオフをしますのは広島大学73番の川上、高梨高校出身のプレイヤーです。2回生になります。島根大学リターナーは10番と26番が入りました。10番の村田、新田高校の1回生、26番の伊藤は三田松雲館高校の4回生です。このリターンは島根大学陣25ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。この時間島根大学の攻撃となります。島根大学自陣27ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーです。何枠26番ハンドオフを受けて中央突破を図りましたが、原因は1ヤードにとどまっています。何枠の26番は伊藤、三田松雲館高校出身の4回生。島根大学自陣28ヤードからセカンドダウン内。吉野大ナイスディフェンス。島根大オプションプレーで左オープン突破を図りましたが、これを広島大学13番が見事に対応しまして、むしろ1ヤードロスとしています。素晴らしい対応しましたのは広島大学13番の矢部内、青雲高校出身の3回生。島根大学サードダウン10、ボールオン自陣27ヤード。パス不成功。クォーターバック1番、ここでプレイアクションのパスを投じましたが、しかしこれは広島大学ディフェンス陣がパスカットし、パス不成功に終わらせました。ダウン進んでフォースダウンと変わります。島根大学フォースダウン10、ハントフォーメーションを選択します。パントを広島大学がパントブロック。そのボールをむしろ相手側に押し返す形になりまして、攻撃権を獲得しました。ビッグプレーにより広島大学相手陣11ヤードからの攻撃となります。広島大学相手陣11ヤードからファーストダウン10。反則が発生しています。オフェンスは反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っている側は相手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけが許されています。この反則により先ほどのプレーは無効、10ヤード抜退となります。
広島大学相手陣21ヤードからのファーストダウン20。パス不成功。ここでクォーターバック16番一気にエンドゾーンへのロングパスを投じました。ターゲットは20番でしたが、このパスはカバーされていてパス不成功となります。ダウン1つ進んで広島大学セカンドダウンに変わります。広島大学相手陣21ヤードからセカンドダウン20。スクリーンパス、ロングパスを見せかけ手前にいるランニングバックにパスを投じ、そのブロッカーをつけてのキャッチアンドランを図りました。これが見事に決まりました。29番、右エンドゾーン隅に入り込んだタッチだ。広島大学6点獲得。成功、1点追加。広島大学39点、島根大学7点。広島大ファントシチュエーションでのビッグプレーを生かし見事タッチダウンとしました。そのタッチダウンとなるキャッチアンドランを決めましたのは広島大学29番の宮尾と明治学院高校出身の4回生です。さあ、そしてその得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。このキックもエンドゾーンに入りましてタッチバックとなりました。島根大学自陣25ヤードからファーストダウン10。パス成功。ナイスパスだ。クォーターバック1番アクロスパターン走ってきました。ワイドレシーバー26番にパス、これを失礼しました、36番、これをキャッチアンドランして大きく前進。ファースター、見事なキャッチアンドランしました。島根大学36番は野本、三田松雲館高校出身の1年生のプレーヤーです。島根大学相手陣39ヤードからのファースターン10。再びここでパスプレーを重ねます。ワイドレシーバー15番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー15番は松村、倉吉東高校出身の2回生。さあ、右オープンへのランプ。ラニバク26番スピードでまくり右オープンを疾走し約4ヤードのゲインとしました。
ラニバク26番は伊藤三田松雲館高校出身のプレーヤー。島根大学サーラン残り1ヤード。ここでロンリーセンター、今度は左パワーです。さあカウンタープレーを決めまして、右オープンへの安定、これが決まりまして、島根大学ファーストダウンです。攻撃権更新。それだけ動いていいレシーバーをジェットモーションさせ、そのバックスに持たせると見せかけ、そのカウンターとして右オープンをつきました。これが決まりました。島根大学相手陣25ヤードからのファーストダウンテ、さあここでドロープレーを選択しました。ドロープレーはパスに見せかけたランプレーです。キャリア10番、それを使って突破しようとしましたが、しかし結果的に約1ヤードロスという形になっています。姉妹大学セカンドダウン11、ボールオンは相手陣26ヤード。さあここでクォーターバック1番はランニングバック26番へフレアパス、横へ走ったランニングバックにパスを投じ、そこからキャッチアンドランさせました。これが決まりまして約7ヤードゲインとなっています。姉妹大学相手陣19ヤードからのサードダウン4、ここで一旦審判団が集まります。先ほどのプレーパス失敗でした。パス失敗の判定です。したがって先ほどのファンブルリターンは存在しません。パス失敗で終了しています。従いまして島根大学フォースダウンに変わります。さあ島根大フォースダウン4、プレーを選択します。ギャンブル、4ヤード確保できるでしょうか。左のオープンをつきましたが、しかし攻撃権更新には至りません。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー、広島大、この島根大学の反撃を見事ゴール前で防ぐことに成功しました。背番号の変更です。広島大学23番の66番の変更です。さあ攻撃権変わりまして、今度は広島大学の攻撃と変わります。広島大学自陣20ヤードからファーストダウンテン、ナイスだ、パスだ。ここでランニングバックにボールを託されまして、そのバックスが中央突破しまして大きく前進としています。広島大学ファースト。東島大ボールオン自陣35ヤードからのファーストダウンテン、
パス不成功。ここでクォーターバック16番パスプレーとしました。失礼しました。クォーターバック7番パスプレーとしましたが、ターゲットを見つからずパス不成功となっています。ダウン1つ進んでセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン10。不成功。クォーターバック7番タイトエンド92番へのパスでしたが、このパスはわずかに浮いており、パス不成功となっています。ダウン1つ進みましてサードダウンに変わります。広島大学サードダウン10。パス成功。パスだ。クォーターバック7番内側に入り込んだタイトエンド92番にパス。92番これをキャッチアンドランし、セカンドエフォートで攻撃権更新です。広島大学ファスター。パスを投じました。クォーターバック7番は丸山、新田青雲高校出身の1年生。そして取りましたタイトエンド92番は広瀬、三田松雲館高校出身の1年生です。先ほどプレー中に島根大学にオフサイドの反則がありました。しかしこの反則は取りません。プレーを成立させまして、先ほどのパス成功としました。攻撃権更新。ファースト。広島相手陣、失礼、自陣48ヤードからファーストアウト。何は96番オプションプレーのピッチを受けまして、右オープンに展開、約5ヤードのゲインとしています。キャリア16番は太田、立命館森山高校出身の2回生。広島大学相手陣47ヤードからセカンドダウン5。パスだ。クォーターバック7番ワイドタイトエンド92番にパスを通しまして攻撃権更新です。広島大学ファスター。クォーターバック7番の丸山、タイトエンド92番の広瀬、1回生ホットラインがここで成立しています。広島大学相手陣38ヤードからファーストアウト。さあここで広島リバースプレーを展開しました。リバースプレーは一旦逆方向にランプレーを見せると見せかけて反対側にレシーバーを走らせるビッグプレーです。託されましたのはキャリア20番でしたが、しかしこれはゲインほとんどなくセカンドダウンという形になります。ここで反則が発生しています。
オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、相手選手の後ろからブロック、後ろへブロックしました。ボールを持っているチームは相手を後ろから当たってはいけません。危険な行為とみなされます。この反則により10ヤード罰退となります。広島相手陣48ヤードからファーストダウン20。中央エドランプレー、ナニワクがボールをハンドオフ受けまして中央突破を図りました。このランプレーにより約6ヤードのゲインとしています。キャリアは29番の宮本でした。広島セカンドダウン14。13番これをキャッチし、タックルを受けながら失礼しました。大きく前進しておりますが攻撃権更新には至っておりません。失礼しました。攻撃権更新としています。広島大学ファスター、見事なキャッチをしましたのは広島大13番の藪内でした。清風高校出身の3回生です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして広島大学39点、島根大学7点、攻守方向入れ替え、ファイナルクォーター最終クォーターの第4クォーターに移ります。